はい、どうも、慢性腰痛専門整体院、青葉院長の石島です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今ですね、夕方の6時半ですね。今日はですね、久しぶりにですね、だいぶ、昔からですね、お世話になっている患者さんにですね、またメンテナンスっていうところで施術させていただいてですね、前回が6月30日で、今日が8月31日で、約2ヶ月間、空いていた患者様だったんですが、まあ、その方の、最初の症状っていうのが、5分から10分、歩いているともう腰が痛くて、立ってられなくて座ってしまうというような、患者さんでした。はい。で、まあ、私もですね、非常にこう、治ってくれてすごく嬉しくてですね。で、2ヶ月経って、まあ、今日どんな感じで来てくれるのかなと思ってですね、少し、不安もありつつ、で、またね、痛くないよって、言ってくれると思って、期待もしつつ、まあ、半々でいたんですけども、2ヶ月って結構空くんですね。1ヶ月ぐらいだったらいいんですけども、2ヶ月空いてしまったので、はい。で、まあ、その結果、なんとですね、痛みが、ないというところで、まあ、腰がもともと痛かったんですが、まあ、痛みをね、忘れて生活してますよっていうところで、まあ本当にお喜びの言葉をいただいてですね、私はちょっと、本当テンションが上がってですね、嬉しいなと思ってる感じですけど、んで、まあ、今では1、2時間ぐらい本当歩けるようになって、小走りがね、少しできるようになったって、言ってたので、なんか本当にこう、やっててよかったなと。そうだね、感極まってますけども、そんな感じで、今日は本当に嬉しい、まあ報告が、あったなと思いました。で、この方はね、腰が痛くなくなった後も、膝が痛かったりとかっていうのもあったんですけども、今その状態も、膝が痛くなくなって歩くのも大丈夫になったし、階段も一段一段自分の足で登れるようになったっていうところで、なんかほんとこう嬉しいことずくめで、今日本当に出会えてよかったなというかね、今までやっててよかったなと、まあ、改めてこう思わされた一日でした。はい。まあ、名前は出せませんけど、こんな感じですね。今日やらせていただいて、膝の腰の痛みはない、小走りまでできる、ふくらはぎ、長い時間やってると痛くなるけど、以前は1時間くらいでダメだったけど、今は延長してきてる。膝の痛みにならないように気をつけてる。ステイヤーズ、これは、階段っていう意味です。階段昇降も OK にと。まあ、こんな感じで私が、メモを取りながらですね、いつもどんな感じですかって聞いてるんですけども、まあ、こんな、素晴らしい結果をですね、届けてくれて、まあ、今日ですね、一応、卒業という形で、痛みもなく生活できているので、これで、おしまいというところで、卒業という形になりました。はい。いや、本当に、嬉しく思います。そして、また何かあったら来ますと言っていただきたので、まあ、本当にこう、役に立てて嬉しいなと、最後ですね、握手をさせてもらって、卒業してもらいました。はい。まあ、本当に嬉しいですね。はい。だから、まあ、私はですね、こう、皆さんにね、そうやってこう、良くなってほしいと思って、これからもね、頑張って、勉強してですね、もっともっと早く、正確に、治していけるように、まあ、頑張らなきゃなと、改めてですね、感じさせてもらった、一日、まあ、一人でしたね。はい。この患者さんは、ホームページで、動画としてですね、出てもらっている患者さんの一人でして、ですので、今日もですね、実際の言葉をですね、いただきたいなとは思ったんですが、ちょっと恥ずかしいというところで、お断りされてしまったので、私がですね、こう、代わりに報告させてもらえればなというふうに思います。はい。まあ、写真も撮らせていただいたんですけども、その方をですね、尊重させてもらってますんで、写真は出さないで置いておきます。はい、まあ、皆さん、にですね、私は本当にこう、体良くなってほしいですし、まあ痛みで苦しんでいる生活っていうのをですね、少しでもこうなくしてもらいたいと思って、日々、勉強していますし、皆さんにそれを還元したいと思っています。皆さん痛みで、困っていることがあったらですね、まあ初回、
でもいいのでですね、ぜひ来ていただいて、自分の原因っていうところをですね、しっかり見つけて、それで原因が分かれば、治るんであれば自分でストレッチされてもいいし、近くの整骨院とか病院とか整体院とか行ってもらってもいいし、まあ私をですね、こう活用してもらって違うところに行ってもいいので、まあぜひね、皆さんのこう体のために本当の原因っていうところをですね、見つけてもらえれば、まあ、この後の先のですね、未来が明るくなるんじゃないかと。今5分10分しか歩けないあなた、ぜひですね、原因をですね、見つけに来ていただければなと思います。はい。で、今日はですね、ちょっとテンションが上がって感極まってましたけども、まあ本当にこう嬉しい一瞬ですよね。はい。まあ疲れがこう吹っ飛ぶというかね、また明日からこう頑張っていかなきゃなと、改めて感じました。はい。このままずっと喋ってるとまた、涙が出そうなんで今日は終わりにしたいと思います。はい。今日は特にね、コンテンツっていうのはないんですが、まあ皆さんにですね、こういろいろな情報をですね、またお伝えしていきたいと思いますので、はい、こちらの方に、チャンネル登録ありますので、ぜひ登録してみてください。はい、あとはですね、動画ですね、上の方に上げておきますので、皆さん見ていただいて、自分の健康をですね、自分で取り戻してください。はい、それではですね、本日も動画をご覧いただき、ありがとうございました。